前向きなメッセージをそのナンセンスに動かす。メタルが作り上げる無目的なメッセージ。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は現代美術作家田村悟。科学の町筑波大学で芸術を学んだ彼の人生を変えた一言。この作品はいいか悪いかわからないけど、見たことがないからいいっていう基準で評価されてる先生がいたんだから、何かとするとひとまず動かしてみる、誰もやってない表現をするっていうのがもう大前提だったので、最初から動いてました。見たこともないものを生み出し作り続ける、それもまたある一言がきっかけだった。もともとハートを作ろうと思ったら、まあ僕じゃなくて、うちの地元の美術館のまあ女性の学園に、ちっちゃくて動いたら何がいいだろうって聞いたんですね。もうそしたらもう何のことなく、そんなハートでしょみたいな感じで、ハートかな、これハートなんか作れるかなと思ってやってみたら、今やこれ25個あるんですよ。すごくシュールでナンセンスなことをやってるので、そこにちょっと攻撃的なネガティブなものを入れてしまうと、逆にちょっと狙いすぎだなっていうのが僕の中にあって、ネガティブな言葉を動かしちゃうか、ポジティブな言葉を動かしちゃうか、結局どっちも僕はネガティブにいっちゃうと思うんですよ。でこれは見てもらう人によって、あ、ハートが動いてる、可愛いっていう人もいるし、あ、なんかすっごい怖いねっていう人もやっぱりいるんで、その辺はまあ結果そうなってしまったってところが、まあ、ちょっとあると思います。ポジティブかネガティブか、しかしそれ自体に意味はない。見た人が作品そのものが目的になるようにしたいなと思っていて、極端な話言うと、この作品があるかないかぐらいのレベルで語られるようなものを作りたいなと思うんですよね。あれあったよね、そういえば、あれ何だったんだろうねっていうレベルの感じですね。っていうのがいつも理想なんですよ。もちろん何人か僕の思った通りの反応してくれる人もいるし、もちろんそうでない人もいるし、100人いたら100人とも分かる作品ってありえないと思うんですよ。で、僕の思った狙い通りのことを解釈してくれる人もいる。これはきっとその特にこんなの意味ないんだよみたいな感じと思ってくる人もいるし、きっとなんか失恋したのねとか、恋をしてるのねと思う人もいるかもしれない。意味のないことの意味、そんな田村悟のブレイク前夜。これは何か一つパーツがなくなると動かないんですよ。一個でも歯車がずれると壊れちゃうわけだし、なんかその辺はすごくそのマニュアル加減が僕はすごく好きなんですよね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前本郷美術骨董館。次週は画家坂本徳郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。